パピオ、どうもひなピオです。それでは本日も君が死ね多数決デスゲーム続きやっていきたいと思います。ソウさん、アリスさん生存のダミーズ全滅ルートですね。で、今ケイジさんのパートに入っております。墓地でキュー太郎さんから話を聞こうってとこだったね。作戦実行の準備ができたら教えろと。で、討論もできるみたいだな。傷はどう？痛まないかい？心配すんな、大丈夫ぜよ。いやでも汗だくでよ。討論使いましょうか。あのさ、九太郎、失われた記憶について話してみない？記憶ぜよ。あ、カウンセリングだよ。職務質問のが似合ってるぜよ。だがまあ、この際だ、最後に頑張ってみるぜよ。最後にって言ってる。ビビってたぜよ。真剣に思い出すことで何かとんでもない記憶を掘り起こすんじゃねえかって。かもね。蛇が出るか竜が出るか、とことん付き合ってもらうぜよ刑事。さあ任せろ。入院してた病院での出来事ですね。ああ、別の病棟にいるじいさんだったぜよ。目があってもこっちから挨拶することはなかったぜよ。そしたらまるで、わしは年長者じゃ、先には挨拶せんぞみてえな顔で毎日こっちを見てきたぜよ。良いライバルが生まれたね。冗談じゃないぜよ、こっちが気落ちしてる時に。ま、怪しい人物ではなさそうだね。こんなのもあったんだ。なあ、そこにはとんでもない言葉が書いてあったぜよ。病は気から、まさかの精神論の張り紙に医学の限界を思い知ったぜよ。いいね、おまわりさんも貼ろうかな。それは好きにしたらええと思うが、怪しい部分は特にないか。へえ、そんなんもあったんだ。この机に置かれた花どうかな。見舞いに来たチームメイトがくれた花ぜよ。花の種類なんかわかんねえし、水やりは看護師の人に任せっきりだったぜよ。ちなみに野菜だと思って食べたり。食わねえぜよ。まあ特に変わったところはなさそうだね。このな、壁に並んだスイッチ、むずいこと言うんやな。なんか普通に電気のスイッチとかだったぜよ。ベッドから起き上がらなくても操作できるように壁についとるんやろな。暇な時間ガチャガチャいじった。そうだね。子供か、そんな行動医者が心配してきちまうぜよ。大人だね。刑事さんだったらやってたのかな。やりそう。左端の写真立て。なあ、なんてことはね、個人の奴らの写真ぜよ。野球とは関係なく、一緒に遊んでやったり、勉強を教えてやったり、笑顔に溢れた写真、俺の心の支えぜよ。支えか。時に、プレッシャーになったりしないのかね。ああ、まあ、あるだろうけども、力になってることの方が多かったんじゃない？この外に生えた木、どうかな。おう、立派な木だったぜよ。それだけ？サルスベリとかだったような気がしたりぜよ。全然違うと思うけどね。まあ怪しくないならいいか。そうだね。木の種類まではさすがにわからんわな。服装か。入院しとったし軽い服装だったが、特に変な部分はないはずぜよ。ずいぶんでかい服だけどね。そこは参ってるぜよ。でかいやつ用の服もっと売ってほしいもんじゃき。なんか得意げだけどね。ケイ太郎さんの顔。
このなあ、顔のこの傷は何だったんだろうな。ね、視力をほとんど失っていたけど、その視力を回復できるほどの力がアスナロにあったのか、それともそのおそらく人間であろう九太郎さんの目が今なんで見えてるのかっていうのは本当に不思議なんだよな。なんでだろう。これで全部だね。思い出したぜよ、すべてな。思い出したぜよ、すべてな。本当の記憶はこうぜよ。俺は、選手生命に関わる大怪我をしたぜよ。練習中の怪我ならまだしも、関係ねえところでの不注意な事故ぜよ。俺は、動けない体で毎日悩み続けた。そこへ、あの看護師が来たぜよ。信じまおうかな。俺にはもう価値がないけん、死んじまった方がマシぜよ。大丈夫。またすぐ動けるようになりますよ。そりゃいつまでかかる。何日後、何ヶ月後ぜよ。いや、一年か。この足で、この目で、野球ができんのかよ。すみません。悪い。けど、気休めはやめてくれぜよ。方法はあります。あ？アスナロの誓い、知ってますか？ある同意書に名前を記入すれば、どんな願い事でも、一つだけ叶えてくれるんです。バカな夢物語は信用せんぜよ。もちろん建前です。噂では、実体は非合法な医療の実験台にされるだけとも。しかし、死ぬくらいなら、どうなんでしょうね。実は、一枚だけ手元にあります。置いておきますね、九太郎さん。バカな、夢物語つよ。けど、夢を追うのが、俺の人生か。この目も足も、まっとうな手段で手に入れたものじゃねえ。緑の人体実験によって手に入れたものだったってことかな。あの同意書に記入した対価だったぜよ。これが、九太郎の消された記憶。そう、何がスポーツマンぜよ。俺は、初めからフェア精神なんざ、持ち合わせてなかったじゃねえか。やだよね、なんか人の弱みにつけ込んでさ、多分そういう風に事故らせたのも、どうせアスナロの仕業なんでしょ？ひどい話よ。じゃあ作戦聞きますか？はい。OK。よし、やろう。九太郎、舞。作戦を聞いたんじゃなくて作戦をもうやったのか。ああ、いや、聞いたんだわ。ってことで、俺と舞は刑事を下の階からサポートするぜよ。うん。おまわりさんは上の階へ行って、緑の頭を充電してくると。作戦開始ぜよ。絶対に見つからないよ、刑事。さてと、おまわりさんはエレベーターに行くんだったね。エレベーター行くか。これ、やっぱりサラちゃんたちが閉めてくれたんだよね。ああ、おそらくな。あれ、舞ちゃんには話しかけられない？ああ、話しかけられなさそうだな。じゃあ行きますか、エレベーター。はい。エレベーターは完全に停止している。よし。いいか、刑事。俺たちがエレベーターの電源をつける。そしたら、きっと上の階の人たちが降りてくるから。すれ違うように隣のエレベーターで刑事も上に行くぜよ。すれ違い作戦、うまくいくといいけど。とにかく、今はここで待とう。
タイミングは九太郎たちに任せてある。遅い。まだか。ここを離れるわけにもいかないが。この音は。動いたよって音よね。この遅いまだかっていうところで多分、この九太郎さんと舞ちゃんのあのやりとりがあって、舞ちゃんがエレベーターを動かしに行ったってことなんだろうね、きっと。刑事さんのことも騙すなんて九太郎さんやるわね、本当に。よし、動き出した。乗り込もう。ここでまた少し待って。隣のエレベーターが動き出した。上の階のボタンもう押すか。ぼんやり待ってたら大変だもんね。ちょっとぼんやり待つか。誰が乗ってるのかな。ああ、アリスさんの声だね。早く出ろ！ 1 秒でもこいつより早く！まずい。もう降りてきたのか。気づかれてはいないみたいだね。僕はのんびり行くよ。緑、一緒に乗ってきたのか。あと、もう何も聞こえないな。はぁ、もう、結局こうなるんだね。何やってるんだろうな、俺。俺の存在。バレてないよな。誰にも見つからないように充電室を探そう。オッケー。じゃあ行こう。充電室探そうってことだったんだけど、他のところも一応見てくるか。特に何もなかったらカットで。車田さん充電してないじゃん。こらこらこら。何かの書類が乱雑に落ちている。踏まないようにしよう。謎の機械が中央に置かれている。まさかこれは。さあ、話しかけるか。車田はピクリとも動かない。これは、手遅れ、か。まるで、死人を見るような、目だな。生きてたのか。見つかってしまった。しまった。見つかっちゃったな。ああ。それよりてめえ、言うべきことがあんだろ。ああ、ブブー。ありがとう、痛そう。ありがとう。ありがとう。棺から無事に出られたよ。それでいい。つうか、てめえなんで一人なんだ。舞はどうした？会わなかったのか。無事だよ。下にいる。なんだ。なら、合流できそうだな。他のみんなは？全員下に向かったよ。ここには俺だけだ。それも、そろそろ限界っぽいけどな。車田だけか。なら、宴について話しましょう。宴について教えておくべきだ。車田に宴の内容を話した。マジかよ、その話。まあね。最高じゃねえか。どうせ最後は全滅すると思ってた。誰か一人でも助かりゃ儲けじゃねえか。君を優しくなったね。うるせえな。まあいいや。気分がいい。てめえにも教えといてやるよ。フロアマスターはドッペルゲンガーに会うと死ぬ。どうした？え、いや。ありがたく思えよ。俺だけの情報だったからな。まずいな。緑の頭部のこと、言えなくなってしまった。あ、そうだったわ。頭部、これ充電しようとしてるってことを言えなくなっちゃったからな。うん。
それ、充電器だぜ。これが。こんなにでかくて、フル充電一回分なんだとよ。一回分？なんで知ってるんだ？まさか。使ったのか？ああ。半分だけな。何？一人占めなんか、できるかよ。くそ。半分あるのか。いやー、それを頭に使うの嫌だよなーって、なんか前回も同じこと言った気がするけど。どうした？直接充電器の操作方法を聞くのは怪しまれるかと。充電器の説明書。車だに見られてしまうだろう。まあ、しゃあないね。はあ、でも、それ、緑の頭じゃねえか。やりやがったのか。違う。これは人形の首で。ふざけんな。なら、なんでそんなもんに貴重な電池を。事情説明しようよ。落ち着いてくれ。話す。AI 降臨。君たちを生み出した装置で、もう一人の緑を作り出すんだ。何わけわかんねえことを。なあ、車だがにじり寄ってくる。もう一人の緑なんて作っちまったら、ドッペルゲンガーができるってことじゃねえか。車だがにじり寄ってくる。どうしたらいい？てめえはやっぱり、緑を殺そうとしてんのかよ。逆じゃないか、これ。ドッペルゲンガーの緑がいれば、片方の緑が死んでも、フロアマスターが死んだってことにはならないから、ダミーズたちを守れるってことなんじゃないのか？いや、違うかな。未だにちゃんとルール分かってるか分かんないんだよな。助けてやったんだぜ。俺の傷だって、てめえのせいで。なのに、見捨てる気かよ。違う。これはあくまで宴のために。どうせそれも嘘なんだろうが。いいからやめろっつってんだよ。よせ、離れろ。この、裏切り者。ああ、刑事ごめんなさい。また殺すのか、俺を。違う。違わない。お前は誰も救わない。俺は、お前が大事なのは自分だけだ。触るな。殺人鬼が。触らないでくれ。俺が。殺したのか。頼む、刑事。あいつらを見捨てねえでくれ。お願い。し。俺は、見捨てなんか。車田さんのさ、この切なそうな表情が本当に辛いんだよね。あの表情ここでしか見せないからさ。充電はできたから明日の回に戻るだけ。なんだけど、もう、ここで、放送が鳴ると。ああ、聞こえるかな。え？おまわりさんだよ。みんな元気かな。なんだ？ちょっといろいろ説明したいところなんだけど、あいにく時間がなくてね。もしこの声を聞いてたら、お願いがあるんだ。ID カードを教室へ持ってきてほしい。必ずサラちゃん一人で来てほしい。頼んだよ。今のは一体、俺の声だった。くそ、どうする？
まあ、ランマルくんに会いに行きましょうかね。誰もいない。一体何が起きている？いるんでしょ、ランマルくん。本当に生きてたんだな。気分はどうだよ、刑事。ランマル？すこぶるいいよ。仲間との再会だからね。どうかな、さっきの放送、気に食わなかったって顔してるぜ。やっぱり君が。あ、ボイスチェンジャーだ。いい機能を見つけたろ。おまわりさんに用があるのかな。かもな。緑の頭、俺によこせ。話が見えないね。全部トランシーバーで筒抜けなんだよ。車田を殺しやがって、刑事。事故だ、あれは事故だ。信じてたんだぞ、サラも。あんたを一番信頼してた。でも疑いの目で見ればどうなんだろうな。刑事、あんたさ、アスナロ側なんじゃねえのか。意味がわからない。サラは、同意書を書いちまった。誰かの願いでここへ連れてこられて、誰かのために追い詰められて、そしてついに参加状にサインしちまったんだ。刑事さん、サラを呼んだのはあんたなんじゃないか。なぜ俺が。ありえない、ありえないって言ってるわ。思い出してないだけなんじゃないかなって思うけどね。どうなんだろう。なぜ俺が。ランマル、君は嫉妬してるだけだ。大事な人を一番近くで守る存在になりたいだけだろ。だからなんだ、てめえにサラが救えるのかよ。俺にはできる、こんなデスゲームから救い出すことだって。君には無理だよ。黙れ。いいからよこせ、緑の頭。待て、誰か来る。隠れろ。刑事さん、誰もいない。なんで来た、サラ。どうする気なんだ。ランマルは左手を掲げた。何これ、刑事さんいるんですか。来ちゃダメだ、サラちゃん。その声は刑事さんですよね。来るな。呼び出したのはあなたじゃないですか。いいから。生きてたならなぜ。こっちへ来ちゃダメだ、サラ。え、サラ、しっかりしろ、サラ。サラ。ランマルくんが闇落ちです。閉じ込めておく、あんたは。一番最後にしてやるよ。え、ちょっと待って。そのセリフは知りません。
はぁ、戻ってきちゃった。ここは大丈夫か？九太郎さんだ。気がついたぜよ、サラ。九太郎さん、無事だったんですね。よか、おい、無理して動くなぜよ。ほら、お水飲むにゃん、サラ姉ちゃん。そうか、私は電気みたいなもので意識を。まんまと ID カードを取られたみたいだね。ない、どこにも。しょうがないよ。でもほら、九太郎さんとも会えたし、落ち込まないで。舞さん、じゃあ刑事さんは？それがどこにもいなかったにゃ。え、僕たちサラ姉ちゃんが一人で教室で倒れてるの見つけただけは。でもサラ姉ちゃん、すごいことが分かったんだにゃ。宴はこのゲームをクリアしてラミーズたちと一緒に進む方法があるんだにゃ。宴？全部筋肉ゴリラが知ってるわ。まあだから全員で集まりたいんだが、ランマルがここへ呼んでくるって話だったが。連れてきたぜ。よう。おはよう、サラ先輩。さっさと話聞かせてよ。待つにゃん、しましまとヤンキーの姿が見えないわ。アリスさんが見当たらなくて、それに車だわ。車だわ。もう。どういうこと？だって。勝手に殺すんじゃねえ。しぶてえだろ、マジで。車だ！お前、生きて！乱丸、てめえ。なあ！何してるんですか、車田さん。下のロッカー室だ。急げ。え？いいから、急げ。あいつが、手遅れになる前に。おい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 、何？え、こんなんだった？ちょっと待って。こんなんでしたっけ？トランシーバーで筒抜けなんだよって。あっちからも筒抜けなんだよってこと？え、ちょっと待って。そんなんありました？っけ？え？は？ロッカールームに着くと、部屋に入らずとも、ある光景が目に入った。とても、信じられないような。最低、最悪の、光景だ。ちょっと待って、何は？何それ？嘘。
天井から。あ、蘭丸くんだ。え？蘭丸くんが一番制御室をしっかり探索してたのは、こういうやつをうまく操るためで、で、ID カードを持ってるのも蘭丸くんだから、ここのロッカー室の制御を蘭丸くんがやったってこと？これはちょっと想定外だな。いや、覚悟はしてたつもりだったんだけども、いや、全然覚悟なんてできてなかったんだ、私は。ショックがでかすぎる、ちょっと。待って、マジで。天井からだらりと伸びる足。顔を見上げると、もう、それは、とても生きているとは思えないような、顔。一緒に脱出するって、どうしてこんなことになってるの、ねえ。違う、こんなのは現実じゃない、私が望んだことじゃない。みんなで生きてここを出たい。仲間と共に生きたいって。それが、本心だったのに。てめえがやりやがったんだ。頑張る。全部聞こえてたぞ。こいつは偽の放送で、サラから ID カードを奪った後、その ID カードを使って、制御室から首吊りの罠を発動させた。ロッカールームに一人でいたアリスを狙って！違う！俺は、緑を狙ったんだ。あいつが、メイプルの修理を終えるの、待って。なら、優勝ってのは何だ？てめえは俺が死んでると思って、トランシーバーを切らなかったな。嬉しそうに呟いたあれは、どういう意味なんだ？優勝は、私たちだけが、メイプルに聞いた話。蘭丸、違うよな。君がやったのか。違うよな。違う、よな。優勝するんだろ？俺たちは。出た。俺、生存自慢なんか見たことないって言ってたやつだ。いやー、でも、いやー、覚醒するって分かってはいたんだけどさ。こんなにしっかりルート分岐が存在するなんて思ってなくて、こんな別人のような蘭丸くんを見ることができたことへの興奮と、アリスさんがいなくなってしまうっていうことへの絶望と、で、もうなんか、おかしくなりそう。吐きそう。ああ、ええー、何これ。
やりますね。バレなきゃ誰でもよかったのに。まさか一人目でな。なぜこんなことを。宴っていうクリア条件を知った上で。宴？そんなものでデスゲームが終わるのか。また続いていくだけだ。メインゲームが。サラを救うのはもうこれしかねえんだよ。ランマル。ふざけやがって。救いを求めてんのは自分自身でしょ。おいおい、いつからそっち寄りになったんだよ、ひな子。こいつ誰もあなたの味方なんてしない。殺して回るなんてさせないんだから。やっほー、盛り上がってるね。緑、あアリスが死んでる。ざまあないね。お前は緑、取引しないか。え、ほらこれ ID カード返すよ。だから邪魔なダミーズをやってくれ。ギソン。なるほど、邪魔なダミーズか。そういえば鬼ごっこ、君の処刑が済んでないよね。え？ま、ちょっと、え、やだ。おい。待てよ、ふざけんな。これはもう、終わったはずだろ。不発だったじゃねえか。くそ。俺は、優勝、しなきゃ。やだー。身の程をわきまえなきゃダメだぞ、ランマル。さあ、お披露目しようか。生まれ変わったメイプルちゃんだぞ。ここで戦うの？え？え、ちょっと待っ、え？私が失敗したせい、あれ。何？どういうこと？ちょっと待っ、え？逃げて。みんな。もうひどすぎる。ちょっと本当にダメ。あー、やばい。ちょっと待って。え、あれ、私が失敗したせいでこうなったのかな。あれ、成功してたらまた変わってたのかな。ちょっと、マジ？逃げてみんな。うお、こりゃどうなっとるぜよ。強そうな AI を詰め込んだんだよ。見た目はひどいもんだけど、僕は内面重視だから。 BGM がひどい。このなんか混ざり合ってる感じがやばい。てめえら全員まとめて殺してやるよ。おやおや、みんなの獲物ですよ。助けてよ、みんな。ひよりくん。さあ、メイプル、電池の切れる限り暴れ尽くせ。うわ、マックスだ。電池か。こんなのどうしたらいいにゃい。落ち着きなよ。どんなに見た目が変わっても中身は同じ。電池を消耗させれば動けなくなる。つまり消費電力の高い行動をさせればすぐに電池切れになるはずさ。怒りの AI が動き出した。
てめえら絶対に許さねえ。殺してやる、殺してやる。何あいつ、サラ先輩たちのことすごく睨んでるけど。彼は人間への恨みが強い。そこをなんとか刺激できれば。わー、ということで今回はちょっとここで一旦終わろうかなと思います。ご視聴ありがとうございました。いや、ちょっともう心がランマルくん、そんなあっさり死ぬの？身の程をわきまえなきゃダメ、身の程知らずだったのかもしれんけども、いやー、ちょっともうちょっとやるんだったら、ちゃんとジェノサイドルートみたいな感じでさ、もっと暴れ回ってほしかったよね。一人で終わっちゃうのかって言いながら、ちょっと私アリスさんの死めちゃめちゃショックだから、一人で済んでよかった気もするんですけど。あー、これ電気のやつ成功失敗で変わってたんかな、どうなんだろう、ちょっと気になるんですけど、とりあえず今回はこれで終わって、次回この第2のメイプル戦攻略からやっていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回、おつぴよです。